皆さんこんにちは。ロックバンドミシェルガンエレファント、通称ミッシェルのボーカルとして知られる千葉雄介さんが食道がんであることを発表されました。療養に励んでいた千葉雄介さんですが、12月5日に亡くなられたそうです。今回は千葉雄介さんの実家と家族、嫁との馴れ初め、ミシェルガンエレファントの解散理由、死因などについてご紹介いたします。まずは今回の報告についてです。レーベルの公式サイトやザ・バースデーの公式ツイッターで、この度千葉雄介が食道がんと診断され、治療に専念すべく当面の間休養させていただくことをお知らせいたしますと報告。今月29日に出演予定だった荒垣ロックフェスト23以降のスケジュールを見合わせる旨を伝えました。6月開催予定でしたザ・バースデーファックフォーエバークアトロクアトロツアー23は中止とさせていただきます。また荒垣ロックフェスト23音玉さよなら中野サンプラザ音楽祭におかれましては、開催直前の急なお知らせとなりましたことをお詫び申し上げますと伝えた。ご来場予定でした皆様、共演予定でした出演者の皆様、関係者の皆様にはご迷惑ご心配をおかけしますことを改めてお詫び申し上げます。新たなるアナウンスができる日までどうか見守っていただけますと幸いですと呼びかけました。今年55歳になる千葉雄介さんですが、続いて生い立ちと経歴を見ていきましょう。千葉雄介さんは90年代にデビューした人気ロックバンドミシェルガンエレファントのボーカルとして知られるロックミュージシャンです。通称ミッシェルは、命を削るような気迫を放つ圧巻のステージパフォーマンスで熱狂的な人気を集め、当時の横浜アリーナでは前代未聞となるオールスタンディングのライブを開催するなど、90年代を代表するロックバンドとして活躍しました。ロックファン以外にも知られる存在であり、音楽番組ミュージックステーションで女性デュオタトゥーがドタキャンした際、すでにステージを終えていたミッシェルがリハなしのぶっつけ本番でもう一曲披露して、スタジオを大興奮の渦に巻き込んだことでも有名です。ここではそんなミッシェルのボーカルとして活動していた千葉雄介がロックに目覚めてデビューするまでの生い立ち、生まれ育った実家、父親、母親、兄弟など家族についてまとめました。千葉雄介さんは神奈川県藤沢市出身で、幼少期は実家のある湘南地区で育ちました。幼少期からバイオリン教室に通い、音楽に慣れ親しんで育ち、高校時代にロックに目覚めてパンクロックバンドドランカーを結成してバンド活動を始めました。幼稚園から高校までエスカレーター式に湘南学園に通っており、学校がバンド活動を禁止していたことから、当時はステージに上がる経験はなかったそうですが、大学進学を機に本格的に音楽活動を開始しました。幼少期からバイオリンを習っていたという情報や、幼稚園から高校まで一貫の私立校に通っていたという情報から、千葉雄介さんの実家はお金持ちな家庭だったことがうかがえます。実際に父親が大手企業に勤めていたため、実家はそれなりに裕福だったことでしょう。1988年に明治学院大学経済学部商学科に入学した千葉雄介さんは、大学のサークルソングライツに加入し、ミシェルガンエレファントを結成しました。バンドメンバーの久原和幸さんらと出会ったのもこの頃で、大学卒業後もバンド活動を続け、インディーズでの活動を終えて1996年2月1日にシングル「世界の終わり」でメジャーデビューを果たしました。ここからは千葉雄介さんの家族についてお届けします。千葉雄介さんの家族構成は、父親、母親の他に妹がいることが判明しています。千葉雄介さんの父親は日本の大手広告代理店に勤めていたことが判明しています。数々の有名な CM を手掛けていたとのことで、もしかしたらクレジットに父親の名前が載っている広告があるかもしれませんね。父親の職業以外の詳細は公表されていないものの、実家にはピアノがあり、千葉雄介さんは幼少期からバイオリンを習い、幼稚園から高校まで私立校に通っていました。大手広告代理店といえば、現在の年収は1000万円を軽く超えることも、
父親が勤務していた当時ももちろん大手企業なので、千葉雄介さんの実家は裕福な家庭だったことがうかがえます。千葉雄介さんの父親はすでに亡くなっています。千葉雄介詩集の後書きにも父親が亡くなった話が書かれており、父親への思いが語られていました。亡くなったのは千葉雄介さんが現在ボーカルを務めるロックバンドザ・バースデーのファーストツアー中です。冷え込みが激しい冬、名古屋でのライブが終わってホテルで寝ていたところ、妹から電話があり、父親が亡くなったことが伝えられました。父親は晩年は肺がんで入院生活を送っていたようで、千葉雄介さんはなんとなく予感はしてたと明かしています。しかし正月には実家に父親が帰ってきていて、少し痩せていたものの元気な様子だったこと、肺がんにもかかわらず酒もタバコもやめなかったこと、病院のベッドの下には空のワインの瓶が何本も隠してあったことが語られました。父親の訃報を受けて実家に帰った千葉雄介さんが目にしたのは、そんな父親が棺桶に入った姿でした。この時初めて父親の顔に触れ、びっくりするほど冷たかったと感じたことを明かしています。その夜、千葉雄介さんは父親の顔を見ながらビールを飲み、ただ目を閉じてピクリともせずに眠っていた父親の姿を眺めていたといいます。父親に対しては、よく殴られたし理不尽なことも言われたけど、俺は親父が好きだったと語っており、亡き父との思い出を明かしました。千葉雄介さんの母親は高学歴で早稲田大学を卒業していることを公表してます。また妹も青山学院大学を卒業しており、千葉雄介さんの家族は成績優秀なエリート一家だったことが分かっています。ただ母親も妹も一般人ということもあり、それ以外の詳細は公表されていませんでした。それでは続いて千葉雄介さんの嫁についてご紹介いたします。千葉雄介さんが結婚したのはミシェルガン・エレファントの全盛期だった1999年。この時はメディアで報じられることもなかったようで、ひっそりと結婚しました。2023年にはすでに結婚23年を迎えていて、現在も離婚はしていないようです。千葉雄介さんが結婚した嫁についてはファンの間で様々な憶測が流れていて、その人物像や馴れ初めに注目が集まっています。一部ネットでは嫁の名前は香織という情報がありますが、決定的な証拠はなく、名前は一切明かされていません。千葉雄介と奥さんの馴れ初めについてもはっきりしたことは分かっておらず、こちらもファンの間で様々な憶測を読んでいます。一部では大学時代に出会ったや某雑誌のライターといった情報がありますが、こういった内容にはこれといった根拠がありません。今後本人から馴れ初めについて明かされることがあるのかどうかは分かりませんが、今のところどのようにして奥さんに出会ったのかは分かりません。千葉雄介さんの嫁についてはほとんどはっきりとした情報はありませんが、ファンからの目撃情報などはネットに点在していて、それによる彼の嫁はかなりの美人なんだそうです。また仲良さそうに手をつないで歩いていたという情報もあり、夫婦仲はとてもいいことがうかがえます。結婚の決め手はお酒の席で嫁と同席した際、飲みすぎて彼は吐いてしまったのだとか、この時彼の嫁がとっさに手で受け止めてくれたようで、それを見た彼はこいつしかいねえと感じたのだそうです。千葉雄介さんは硬派なイメージも強いですが、結婚したばかりの頃は雑誌のインタビューなどでのろけて答えることが多かったようで、ここからも彼が愛妻家であることがうかがえます。具体的なのろけの内容などは分かっていませんが、彼が嫁にベタ惚れだったのは間違いなさそうです。千葉雄介さんに子供はいるのでしょうか。これについてもネットでは様々な憶測が流れていますが、どれも根拠はなく、はっきりとしたことは一切分かっていません。彼の口から子供について語られたことはありませんが、いないというのも考えづらいため、結婚して数年のうちに子供が生まれた可能性は大いに考えられます。千葉雄介さんはネットで嫁が不妊症という噂が流れていて、これはおそらく彼が自身の子供について語ったことがないのが要因になっていると思われます。ですが証拠はないので単なる噂止まりとなります。そんなミシェルガン・エレファントが解散したのが2002年10月11日。解散ライブには3万7000人ものファンが
最後の雄姿を見ようと幕張メッセに訪れました。ミッシェルガンエレファントは1991年に活動が始まり、解散時のメンバーで初ライブをしたのが1994年7月9日の下北沢屋根裏というライブハウス。ここから2002年まで約10年間もの間活動していたバンドです。そんなミッシェルガンエレファントが解散した理由として、千葉雄介さんは解散間際に4人でやれることはやり尽くしたとコメントされていました。さらには、人間のやっていることだから動物と同じじゃんか、いつか死ぬ、それがこないだだったっていうだけの話と話していました。しかし解散後に新たな解散理由が浮上したようで、その解散理由は千葉雄介さんのギターが関係しているとのことです。千葉雄介さんはザ・バースデーのボーカルとしても活動しており、ギターを弾くことが増えていました。ミッシェルガンエレファント解散後に結成したロッソの時もそうでした。ただミッシェルガンエレファントの時は、千葉雄介さんが阿部に、俺がギター弾くからお前のギターいらないって言われてたみたい。そんなこともあってか、ミッシェルガンエレファント時代、千葉雄介さんはギターを弾くことは少なかったそうです。ただ千葉雄介さんがギターを弾いてても、阿部太さんのギターが存在感ありすぎて、動画で見ても千葉のギター鳴ってるかと思うほどだったそうです。ミッシェル初期のシンプルなガレージロックから変化が生じ、この音楽性の違いが解散につながったんじゃないかと言われています。そんな千葉雄介さんが11月26日に死去したことが分かりました。5日に公式サイトおよびインスタグラムで、千葉雄介に関しての大切なご報告、かねてより回復に向けて懸命の治療を続けてまいりましたが、思いかなわず2023年11月26日に家族に見守られ、穏やかに息を引き取りました。静かに見送りたいとのご意向により、親族とメンバーで葬儀を執り行いました。春先の療養のご報告から約半年、たくさんの心強く温かい励ましのお言葉をいただき、静かに見守っていただいたことに感謝いたします。お別れの会を設けさせていただきたく準備を進めてまいります。こちらに関しましては改めてご案内させていただきます。千葉雄介への数々の大いなるご支援に深く感謝申し上げますと報告されました。千葉雄介さんは今年4月に食道がんを公表し、それからずっと休養していました。いかがだったでしょうか。今回は千葉雄介さんの実家と家族、嫁との馴れ初め、ミシェルガンエレファントの解散理由、死因などについてご紹介いたします。千葉雄介さんの復帰を楽しみにしているファンも多くいたため、とても残念ですね。千葉雄介さんのご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。